石国族は、卵化に含まれる、分類群の一つ。非常に種類が多く、形態も変異に富む。栽培されているものも多く、東洋卵としては調整卵、洋卵としては、デンドロビウムの名で流通している。石国族は、東南アジアを中心に、西はインド、南はオーストラリアから、北は日本まで分布し、その種数は千を超えるとも言われる。 着生植物でよく知られるものは竹のような節のある棒状の偽球形を束製して器部の根で樹木に張り付くものであるがその形は多様で一見全く違った姿に見えるものも数多い。伸びる系デンドロビウムの各種姿の面白さや花の美しさから栽培される例も多く日本では石穀が古くから栽培され 特にその墓割品を中心としたものは調整卵と呼ばれ古典園芸植物の一つとして扱われる。他方、熱帯域の多様な種が洋卵として栽培されて古くから人気があり、四体洋卵の一角に取り上げられる。交配品種や改良品種も多く、特にノビル系とデンファレ系は古くからよく知られたものである。現在でも洋卵栽培や 切り花や贈答品としても、その重要な一角語になっている。和名の石刻は類似の中国産のものに由来し、学名はギリシャ語のデンドロンとビオスを合成したもので、樹木に着生して生活することによる。茎は、束製し、木部より出る根で木物に付着する。普通は樹木に着生するが、一部では、岩の上に生えるものもある。偽休憩は多くは、棒状で、 肉厚の角質、複数の節を持つ。葉は角質で茎の上の節ごとにつくが、養診を持たない節もある。葉の基部は養生となって茎を包むが、これを持たないものもある。新しい茎は古い茎の基部から横に出るが、間に補腹系を作らないのが普通。偽球系のより先端部の節から新芽を生じる場合もある。 デンドロビウムカリツロフィルム花は、茎の上の節から生じ、炭成するか、数個を棒状につけるか、あるいは家系を伸ばして複数花を相状につける。包みは、小さいか、またはない。花は、非常に多様な形となる。ただ、全体に形態としては、比較的単純で、新弁が大きく裂けていたり、特殊な構造があったりはしない。今日は短いのが普通。 花に見られる共通の特徴としては以下のものが挙げられる。蒸気のような共通の特徴は認められるが、実際の見かけは非常に様々である。その形態の多様性は、おそらく種子植物の中で最も大きな変異を示すグループとの声もある。大きさについては、小型種では1センチメートルというものがある一方で、大きいものでは5メートルに及ぶ例がある。 外見については、石刻では、棒状の茎を側なして、これが、樹木の上に上向き、あるいは、斜め横向きなどに伸ばす、といった格好であり、かなりの種がほぼこれと似た姿をとる。しかし、木花石刻などはむしろ茎が下向きに垂れ下がり、熱帯域にも、同様の姿の例が多数ある。また、デンドロビウム電子フローラムのように茎は、立つかせいぜい斜めに伸びるが、 家系が長く伸びて垂れ下がるものもある。茎の形も石黒では、基部と先端がやや細まった棒状だが、デンドロビウムスペシオサムでは先端に向かって細まる、角状、リンデリでは太くて、短い卵型になり、さらにかなりキュラタムでは丸く膨らむため、オニオンオーキッドと呼ばれる。逆に、デンドロビウムハンコッキーのようにしだれ柳の枝のような、細長い例もある。 また、茎にはっきりした量を持つものや、扁平になったものもある。さらにデンドロビウムクスベルトソニーでは、茎が長さ1.5センチメートルと葉よりも小さくなっており、デンドロビウムリンギフォルメでは、茎はほぼ耐火して1枚の葉をつけるのみで、補腹形が発達して基板状に伸びる。石枯や伸びるでは茎に沿って節ごとに葉をつけるのが、普通だが、 基部の方では養診を持たない例もあり、キンギアナムやデンドロビウムスペシオサムでは、先端付近に2から3枚をつけるのみ、デンドロビウムリンデリでは1枚だけしかつけない。また、石穀やノビルなどは落葉生で1年目の茎にのみ葉がついているが、宿在省の葉を持つ例もある。葉の形も、石穀やノビルなどでは楕円型で柔らかだが、 非常に硬くなった霊や棒状になったものなどもある。花の形も平らに広がるものから細長い筒状になるものまで変異に富む。石穀などは比較的単純で各弁との差ほど特徴がなく、新弁も船型になって先端が多少広がる。全体としては、基部が筒状で先端に向かって少し広がる形になる。 デンドロビウムキンギアナムの花は、ほぼこれに近い。デンドロビウムノビルなどはより花が平面に広がり、新弁も広く発達してカトレアなどに似た花型となる。これに対して、デンドロビウムファレノプシスの花は、新弁は、むしろ小さめで、側花弁が幅広くなるため、花型が胡蝶乱族のものに似て見える。しかし、得意なものはこれら以外に多く、 デンドロビウムスペクタビレの花は、先の尖った学辺や、側花弁は大きくねじれ、デンドロビウムアテヌアタムなどでは、学辺と、側花弁が、いずれも細長くて、上に向かい、しかも螺旋状にねじれる。他にもデンドロビウムスマイリエなどの細長い花弁等が、開かずに感情になるもの、デンドロビウムウンキなつむ等のように腹肺から扁平に、 なったもの、あるいはパフィオペディルムのように神弁が袋状になったデンドロビウムもシャツムなど、あるいは神弁が上向きの普通の卵の花と逆転しているものなど、形態の多様性は幅広い。この類の分布は、アジアからオーストラリアと比較的よくまとまっている。西は、ヒマラヤミアンマータイ、マレーシアニューギニアなど、オーストラリアの北東部とニュージーランドにも分布し、中国、 フィリピンから北では日本を北限としている。接国は岩手県宮古市を北限とし、これは本族のみならず着生卵における北限とも言われる。パプアニューギニアの高地の雲霧林には多くの種があるが、外して開花期が長いことで知られている。例えばデンドロビウムベキシラリウスは、 せいぜい1 0トルの植物体の上に3センチメートル程度の赤などの鮮やかな花を複数付け、しかもそれが3ヶ月以上、時に半年も咲き続ける。これは受粉の確率が極めて低いことによると考えられている。デクスバートソニーニューギニア産の小型種、やはり長期開花する害については特に知られていない。利用としては多くの種が、 鑑賞用に栽培されている。日本では、石穀が古くより栽培され、時には忍ぶ玉などにつけた。その中から変わり物を選んで栽培することが、江戸時代から行われ、日本の古典園芸植物の一部門となった。これについては調整欄の項を参照されたい。熱帯域の花の美しい種は欧米を中心に栽培され、 品種改良や荒廃も行われた。いわゆる洋蘭の世界では、本属は四大洋蘭の一つに挙げられるほどよく知られ、普及している。現在では、趣味としてだけでなく、切り花や贈答用として売買され、その栽培は産業として成立している。これについては、デンドロビウムの鉱を参照のこと。日本及び中国では、数種が薬草として用いられる。 石刻は、日本では前奏を乾燥させたものを用い、硝炎、競争強制剤、及び微製薬として用いた。ただし、特別な薬効成分は発見されていない。中国では現在でも数種が用いられ、本石刻 DFT なれが、最も有効とされるが、ヨーランのノビル系の原種であるデンドロビウムノビルも、用いられる。効果は、石刻と同様とされるが、 これらからはアルカロイドなど特殊な成分も発見されている。ありがとうございます。